さんこんにちは。本日は西川原駅徒歩7分にある 1LDK をご紹介していきます。こちらが駐輪場です。しっかりと屋根がついております。はい、本日は3階のお部屋をご紹介していきます。オートロックにもモニター本ついていたんですけど、玄関前にもついております。はい、こちらが玄関です。広いシューズクロークがございます。何でも入りそうですね。玄関の錠前はダブルロックになっています。そして廊下突き当たり奥にお手洗いがございます。スペースもゆとりがありますね。温水洗浄便座付きです。では早速リビングをご紹介していきます。こちらがリビングです。広さは約10畳です。人気の対面キッチンの作りになっています。ではキッチンをご紹介していきます。キッチンは3口のガスコンロとグリルがついています。シンクもスペースが広いので楽しくお料理できそうです。で、南向きに窓があるので匂い対策にもなりますね。では続いて洋室をご紹介していきます。こちらが 5.5 畳の洋室です。全体的に白色で清潔感があっていいですね。設備をご紹介していきます。こちらが室内で洗濯物が干せる物干し竿です。使わないときは完全にしまうことができるので邪魔にならないです。そしてこちらが収納です。かけるラックと棚がついている収納が分けられているので何でも収納できると思います。ここのハンガーポールも2列ついております。では続いてバルコニーをご紹介していきます。このバルコニーは南向きです。とても日当たりがいいですね。西川原まで歩いて7分の公
香り地ですし、お車でも移動しやすいので、リビングに設備としてエアコンが1台ついております。その他にも無料の Wi-Fi がついています。では最後に水回りをご紹介していきます。こちらが脱衣所と洗面所ですね。人気の三面鏡タイプです。こちらが浴室です。お風呂の設備は浴室乾燥機能、暖房、24時間換気機能や追い焚き機能、自動湯張り機能がついています。こちらの洗濯機置き場ですが、サイズが不安な方はご相談ください。というわけで本日は岡山市中区武田にある 1LDK のお部屋をご紹介しました。最後におすすめポイントですが、無料の Wi-Fi、 追い抜き機能、3口のガスコンロ、オートロックなどがおすすめポイントです。最後までご視聴いただきありがとうございました。